ロシア人のドバイ移住、ロシアから海外に脱出するロシア人が非常に増えてるんですけれども、1430億ドル以上の不動産取引を記録したと。かなりハードルが低いんですよ。購入不動産の価格が約2500万円以上で3年間の居住権を得ることができる。非常にロシア人が多いんですよ。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました、越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。今上野駅に来ております。今日この後午後から福島の方で、セミナーと懇親会とあるということで福島の方に向かいます。福島の皆さん、ぜひ、楽しみにお待ちしていてください。今日のセミナーと懇親会盛り上げてまいりたいと思います。よろしくお願いします。ということで福島に向かう上野駅の新幹線ホームから今日お届けしているんですけれども、まずはセミナーのご案内です。日本人が知るべき2023年の中東情勢、1月28日土曜日大阪ナンバー御堂筋ビルで行います。こちら参加費無料となっております。ぜひお気軽にご参加ください。そして2月の18日札幌開催、徹底解説新興国の最新情勢2023ということで札幌の方でも開催します。札幌北海道の皆さん、お待ちしております。ぜひお越しください。そして2月11日高松セミナー、こちら定員30名限定となっております。ドルと原油と世界経済、為替アナリストのちょいわる先生と私石田和康でお届けします。香川高松の皆さん、お待ちしております。そして最後名古屋、日本人が知るべき2023年の中東情勢、2月の4日名古屋市内近郊の会場で行います。こちらも参加費無料です。名古屋の皆さん、お待ちしております。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。本日のテーマはロシア人のドバイ移住ということでお話をお届けしていきたいと思います。戦争状態にあるロシアを嫌って、ロシアから海外に脱出するロシア人が非常に増えているんですけれども、そのドバイの不動産が非常にそれで活況を成していると。まずはこちらのニュース、ドバイの不動産取引は過去最高を記録ということで、ドバイは2022年1430億ドル以上の不動産取引を記録したとドバイ政府公式のドバイメディアオフィスが述べていると。アラブ首長国連邦の主要なビジネスハブにとってこれは画期的な出来事であると述べている。このドバイの不動産ブームというのは、ロシアがウクライナの侵攻を受けて西側の制裁強化に直面した後、ドバイの最も人気のある地域のいくつかで不動産を購入したロシア人が非常に多く流入して、その中で起きていると。ものすごい大規模な不動産取引がロシア人によって行われているのが今のアラブ首長国連邦のドバイで、この不動産取引、昨年2022年に記録的な数字を打ち立てたわけですけれども、これはその前の年2021年から 76.5% の増加ということで、ものすごい膨れ上がってるわけですよね。この不動産セクター、ドバイ経済の約3分の1を占めてるんですけれども、ロシア人のマネー流入によって非常にドバイ経済に貢献していると。ドバイのこの不動産セクターは今後の将来さらに大きな成長を遂げていくと予測されているということなんですけれども、先日の動画でもお伝えした、サウジアラビアとか UAE、 こういった湾岸諸国が世界の中心になるんじゃないかということをこの越境 3.0 チャンネルでもお伝えしたんですけれども、こういったロシアをはじめとしていろんな国々から資金が相当多く注入されているというのが、この地域の経済をものすごい後押ししているわけですよ。ドバイというとね、僕も25年ぐらい前から言ってるんですけど、25年前のドバイなんつったらもう何もない砂漠にどんどん不動産を建っているところで、こんな何もない砂漠の不動産なんて誰が買うんだろうと思っていたんだけれども、もう誰が買うどころか、もう世界中からたくさんの投資家が集まって、今ドバイの不動産がすごい活況になってきている。ロシア人がドバイに移住するというのは、もう非常にロシア人にとってものすごく大きな魅力があるわけですよ。外国人がこの規定価格以上の居住用不動産を購入して、不動産の価格によってはこの3年あるいは5年の居住ビザを得ることができるんですよね。だからロシアを出てドバイの居住者になることができると。そしてこの不動産の保有とまた一定の要件を満たすことで、そのビザの更新が可能なんで、やり方によってはずっとドバイに住み続けることが可能という。でこの居住用ビザを取得するとエミレーツ ID、 アラブ首長国連邦の ID を申請することができて、エミレーツ ID の保有者というのはドバイでの運転免許証の取得とか銀行口座開設とか、これ他の人と変わらないようなね、他の居住者と変わらないような、そういった権利を享受することができるんですよ。ロシア人がドバイへ移住するメリットっていうものがいろいろあるわけだけども、大きく分けて5つあるわけですよね。1つがこの必要となる投資額が相対的に低い。これカナダ、ニュージーランド、オーストラリア、シンガポールとか、そういった海外移住者を受け入れる国いろいろあるんですけれども、そういったところの不動産投資要件と比べてかなりハードルが低いんですよ。購入不動産の価格が約2500万円以上で3年間の居住権を得ることができる。で6800万円以上で5年間の居住権を得ることができる。これドバイの不動産を買うと居住権がもう勝手にくっついてくるみたいな、別に申請する必要はあるんですけれども、申請をするとその居住権がくっついてくる。でまた複数の不動産購入することや購入不動産の賃貸なんかも可能なんで、
1UAD のハム34円で計算したところでいうと、まあ、大体2500万以上か6800万以上、それによって3年5年という居住権がくっついてくるという。で、2つ目のメリットというのが、投資対象として非常に魅力的であると。購入した不動産、その先ほど言ったように賃貸することが可能なんですよね。で、ドバイというのは税金がないため高利回りが期待できるんですよ。税金取られないんですよね。ドバイの経済成長に伴って長期的なキャピタルゲインも見込まれるであろうと、まあ、そういうことを考えるロシア人も非常に多いので、投資対象としてドバイの不動産を買っている人が多い。で、3つ目、家族ビザが申請可能。みんなね、まあ、奥さんとか子供とかいるでしょうから、配偶者と25歳以下の未婚の子供の家族ビザを申請することができる。子供のうち、その女性の場合は25歳以上でも一緒に申請することができるということで、家族ごとみんなでドバイに移住することができるという。で、4つ目が必要滞在条件が低い。まあ、ドバイに移住してその居住ビザを取るとなると、ドバイに何日間か住まなきゃいけないとか、普通はそういうのはあると思うんですけど、ドバイの場合は6ヶ月に1回入国のルールさえ守ってればビザはずっと維持できるんですよね。6ヶ月に1回だけ入国スタンプを押されればいいわけなんで、まあ、そんなに縛りがない、頻繁に行き来する必要がないということがあるんで、まあ、継続して長期滞在することが難しい人にもドバイへの居住ビザというのは取りやすくなっている。で、そして5つ目が、なんといっても時差がなくて暖かい。ロシア人からしてみれば、モスクワから縦移動なんでほぼ時差がない。で、寒いモスクワと比べて暖かいドバイというのは非常に住みやすいんですよね。で、同じようにエジプトのシナイ半島の先端のシャルムエルシェイク、ここもね、僕2回行ったんですけど、もう非常にロシア人が多いんですよ。これはウクライナ戦争始まる前からロシア人たくさん、まあ、エジプトに行ってるんですけども、まあ、ドバイほどではないけれども、エジプトもロシア人にとってビザが取りやすくて、不動産も買いやすくて、で、なおかつ、まあ、ロシア人も多く移住しているので、エジプトというのも、まあ、ロシア人にとって人気。その中でもシャルムエルシェイクという、もう1年間を通じて温暖な気候のね、このシナイ半島先端のシャルムエルシェイクというところは、まあ、非常に魅力的なんですよ。ということで、まあ、中東に向けて、まあ、ドバイを中心にね、ロシア人がたくさん移住してきていると。で、その中でも特にアラブ首長国連邦のドバイは、この不動産取引額が過去最高になっている。過去最高の中でもやっぱりロシア人の購入というのがものすごい勢いで増えていて、ドバイの不動産を買って現地の居住権を保有するロシア人が今非常に増えているという。で、それがまあドバイの経済を後押ししているということなんですね。まあ、この傾向今後当分続くんじゃないかと言われていますので、また引き続き、まあ、アラブ首長国連邦、ドバイ、そして中東全域の経済にまた注目していきたいと思います。このチャンネルでは中東アラブ圏の情報をたくさん情報を配信しております。こちら中東アラブ情勢の方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go!待ってます。